トゥース親父です。今 JR の貨物列車とランデブーしばしランデブーをしました。なぜかねこの区間遅いんですよね。ゆっくり走るでしょ JR ね。貨物列車徐行運転しますよね。多分ね、どっか豪雨災害で、なんかあるんでしょと思うんですけれども。いつもね、ゆっくり走ってます。貨物列車。はい。で、そこも補強してありますよね、橋がね。わかりますかね？橋補強してあるでしょ？補強中がなんか工事をね、なのでね、まあ、何らかしらあるんでしょう。そういったところで、今日も早速やっていきます。今日のテーマはですね、熟年の転職。熟年に関わらず、まあ、トラック業界にね、転職してこようと。思う方に対して発信しようかなと思っております。まあ、はなはだ簡単ですけれどもね、10分少々私の考え方とか、こういう風にやったらいいよとかね、そういったちょっとしたアドバイスみたいなものを発信しようかなと思っております。で、トラック業界ですけれども、まあ、いろんな職種があります。で、その中でね、全部ひっくるめて言いますけれどもね。で、そんな中、他の業種からトラック業界へね、転職してこようと思われる方は、一大決心でやってこられると思うんですよ。トラックの運転手は楽勝じゃん。運転ばっかししようきゃいいじゃんと。荷物は積んでくれるし、降ろしてくれるし、運転手は、もう本当運転手で、もう運転だけしとけばいいよと思ってる人がいたら、まあ、はなはだね、外れではありません。全く外れではありませんが、そういった仕事はね、めったないですね。で、あったところでね、競争率が非常に高いです。ないこともないんですけれどもね。であったとしても給料安いですね。そういうところは本当に安いです。なのでね、本当にそれがあなたのためになるのと思いますけれどもね。で、そんな中でね、転職しようと思われる方は、まずはですね、運送会社を探すんであれば、自分はどんな仕事ができるのかなと。で、トラック業界をね、先に知ってください。で、今ですね、本当トラック業界もね、トラック業界じゃない、トラック YouTuber と言われる方がね、数多く出ています。で、片っ端からね、リサーチしてね、そういう人たちにね、質問を投げかけてください。転職考えているんですけれどもと。で、あなたの考えと思いと。で、一人じゃなしにね、何人も聞く方がいいですね。 2,3 人だとね、おそらく考え方というかね、同じような考え方をしている人もいるんですよ。なのでね、違った意見もね、しっかりと聞くこと。例えばトラック YouTuber の方がダンプの運転手としましょうか。ダンプの運転手であれば、ダンプのことに詳しいです。給料面ですよね。どんな仕事、どんな感じでやるのと。で、私の知ってる限りでは、ダンプだったら3台か4台ぐらいが1チームになって、で、無線をつけてですね、で、現場のやり取りをすると。
今から土砂を、ま、あの住むよとか、今降ろしたから次の人入っておいでとかね、そういったやり取りをしているはずです。まあ現場が狭いんでね、すれ違えるような現場ならそうでもないと思うんですけどもね、現場によってはね1台ずつしかマイナスできないとこもあるじゃないですか。なのでね、そういったところで無線が必要だと聞いております。で、タンクローリーであれば いろんなローリーの仕事があるじゃないですか。危険物ローリーもあれば劇物ローリーもあるし、ただ水だけ運ぶローリーもありますし、そう、資格がいらないローリーもありますしね。それかと思ったらもう劇物だとか、今ここに危険物のマークを貼った、あるいはお寿司4類といってね、あの危険物の中でも6種類あるんですよね。危険物って1類から6類まで、その4類の石油類ですね、主に。で、アルコール類というのもありますけれどもね、可燃性の液体のことを言いますけれどもね、オチオンというのは。で、もしくはこういった今トレーラーがおりますけれどもね、こういった台車ですよね、いわゆる、あれはもう重たい鋼材とかね、ああいうもの運ぶんで、ああいった本当煽りがない平べったく作ってあります。その代わりガッチャを何本もかけないといけないといったところです。で、これ今見えましたかね、冷凍車ですけれどもね、冷凍機エンジンを積んでます。マイナス30度くらいまで冷やせます。多分鮮魚だと思いますけれどもね、ああいった車もおります。で、私のように自動車部品を運ぶ、ほとんどウィング車と呼ばれるものが多いですね。で、手積み手下ろしもやってみたいと、中にはね、やってみたいという人もいるんですよね。ほとんどの人はね、手積み手下ろしなんかやりたくないと言った人がね、ほとんどですけど、中にはですね、本当、いやいや、手積み手下ろし、どんと来いと、いい人もいるんでね、どんな仕事ならあなたはできるかというのを、まず、そっからです。それを決めてですね、で、今度は仕事、トラック業界のトラックの会社を探すと。ダンプの仕事がやりたいんであればダンプの仕事を主にですね探せばいい。もうダンプ、大型ダンプ、ドライバー募集とか、地元、まあ、あなたの住んでいるところが群馬県だったらね、まあ、前橋だったら、前橋、大型ダンプ、募集、みたいな感じでね、探せば、ヒットすると思います。こんな感じでね、で、そこから、条件になったところを探して、それから電話をして、面接を受けると。いう運びですね。ハローワークもね、もちろん悪いことはないですよ、ハローワークも。ハローワークもね、親切丁寧に教えてくれます。教えてくれますけれども、あの方たちはね、所詮は公務員なので、もう、来た人、とにかく、仕事を紹介すれば、いいという考えなんでね、そこはブラックだろうが何だろうがね、ホワイトだろうがブラックだろうが小さかろうが大きかろうが、あの人たちには関係ないんですよ。所詮は公務員ですのでね、その辺をね、ハローワークの人は本当に親切丁寧に本当教えてくれると思っていったら大間違いですからね。中にはね、親切丁寧に教えてくれる人もいると思います。ですが、まあ、所詮は
悪いけれども私の感じですよ。私もハローワーク行きましたからね。まあとにかくね、なんて、なんて言いましょうか、まあ所詮は公務員ですよ。で私もまあ何回か通ってですね、で確かにねブラックと呼ばれる会社もありましたよ。で先日紹介してもらったところ行ったんだけど、あそこはもう超ブラックで、もうこの求人票に書いてあることともう全く違う。勤務時間は長いわ、休みはないわ、給料は安いわ、もうデタラメな会社だと。これ求人票嘘書いてるんで、これ訂正して訂正するように、なんか是正勧告かなんかできねえのかと、訂正せいやとハローワークから言われるのかと言ったところ、一人の人はね、いやちょっとうちでは無理ですねって言ったんですよ、担当者の方がね。でまた違う日に行ったらですね、それはそういったことをする担当者がおりますので、その方に言ったらやってくれますよ、しはうんですよね、いうことが。どっちが本当やねんということですわ。なのでね、まあ所詮は悪いけど、所詮は公務員だなと、適当にしか仕事しやがせんなこいつだと思いましたね。はい、悪いんですけれども、はい、まあそんなことなんですわ。で今度は面接なんですけれども、まあ自分を雇ってもらうわけじゃないですか。そんなにね低姿勢になることはないと思いますよ。そんなに低姿勢に、はい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 みたいな感じで、ね、そんなにね低姿勢になることはないと思います。逆にですよ、逆に自分をアピールする。まあ初心者の人がねなかなかアピールしにくいと思うんですけれどもね、まあ初心者とベテランちょっとね違いますけれども、まあそんなに低姿勢になることもないとは思うんですけれども、やっぱりね仕事をもらうわけですからね、まあその辺のところはねちゃんとした服装、んとねネクタイスーツピシッと着て、で、たとえ運送会社だからといって、なんかね、ラフな格好でチャラチャラしたようなね、格好で行くと、ちゃんとした会社は落とします。まあ、格好見てですね、こういう人はなんかチャラチャラしてるな、なんかガラシャツ着てきて、なんかチャラチャラしてるな、と。で、例えばですよ。例えば、ピアスとかね、まあ、これは男の人ですけどもね。例えばですよ。まあ、そういう格好をしている人はね、気分害さないように。まあ、ピアスとか、やってあって、髪も、金髪に染めて、で、ちょっとチンピラが好むようなシャツを着てですよ。で、面接に行くと。でちゃんとしたところはね、もう外見見て落としますよ。ああ、ダメだな、これは、と。なぜかというと、もうなんかこいつチャラチャラしてそうだな。なんかあったら、他のドライバーと、ちょっといざこざを起こしそうだな。遅刻もしそうだな。仕事もなんかいい加減にしかしそうにないな、と思われるんですよ。悪いけど。要は外見です。外見を見ます。いや外見じゃないですよ、俺の中身を見てくれよと思うかもしれませんけれども、それはねあなたがちゃんと働いてから、雇ってもらってから、それから中身見てもらえばいい。まずは外見ですよ。何をおっしゃる、外見ですよ。 100% 外見ですわ。
なのでね、そんなチャラチャラした人はね、もう受からんと思いますわ。で、次にですね、自分を売り込めと言いましたけれども、まさにそうなんですよ。あなたのやる気をしっかりと売り込みなさい。新人ドライバーであれば。この仕事がしたくて大型の免許を取りましたと。で、こういう仕事がしたくて私は大型免許を取りました。で、これから一生懸命あなたの会社のために一生懸命やれますので、どうか私を使ってくださいと。私はもう朝もバッチし、起きられるし、前の会社でも無遅刻無欠勤だったし、私はやれますよみたいな感じでね、自分をねしっかりアピールすること。で、面接の時にね、なんか小さい声でね、つぶやくような、なんかね、ボソボソっと言ったような、だったらね、また逆にダメですね。で、まあ、会社にもよるんですけれども、私前の会社の時によく言われたことが、セールスドライバーなんだから挨拶はしっかりしなさいと。おはようございます、今日はお世話になれます、なんとか運輸のなんとかです、どこそこ行きを住みに来ました。そしたら担当者の方がね、来られるわけですよ。そしたらもう一度ね、なんとか運輸のなんとかです、今日はよろしくお願いしますと言ったら、おお、気持ちがいい運転手だなと。そっからもう好感を持ちだとするじゃないですか。そしたら、あ、いい運転手だな、いい会社だな、また使ってやろうかなと思うわけですよ。それがですよ、なんかチンピラみたいなね、なんかガム噛みながら煮たり煮たり煮たりで、ね、名前も言わんとから、大阪行き住みに来たんだけどと、そんな言い方したらね、速攻帰れって言われますよ。なんだお前、帰れと。まあ今の時代ね、そんな人はね、いないかもしれませんけどもね、まあ、たまにね、いますよ、ほんとね。お前何様だみたいな人がね。なので、ほんとそういう人はね、もう花からね、雇ってもらえませんわ。で、ほんとあなたはね、一大決心して、トラック業界に来ようとするんであれば、ほんとに舐めてもらっちゃ困るというのはそういったことなんですよ。昔ならね、もう手足、ついてて、もう体力あれば、もう誰でもいいやと、おいでおいでと言ったところでしたけど、今はね、そんな時代ではありません。はい。もう運転手はどこでもおるわ。と、まあ運転手不足なんですけれども、やっぱりね、言われますよ。あなたみたいなの来てもらわなくてもいいよと。他でも運転手はいるわと。で、悪い、質の悪い運転手を入れてしまうよりは、その、質のいい運転手が来るまで待っとく方がいいわと。さあ、そうですよね。そんな質の悪い運転手を入れてですよ。なんか事故でもね、大きな事故でも。ほんと会社の存続を危ぶまれるようなね、そんな運転手が入ってもらったら困りますからね。なので、その面接からちゃんとしなさいよという意味はそういったとこからあるんですわ。で、冒頭にも申しましたけれども、自分をしっかりと売り込むと。で、フォークリフトの免許もあればね、なおさらいいと思いますよ。玉掛けだとかね、そんないろんな資格もあるわけじゃないですか。おつよんの免許もあったら危険物ローリー乗れるわけじゃないですか。で、そういったね、資格は結構武器になれますからね。私はフォークリフト乗れるんだって、フォークリフト10年間乗ってましたと。もうフォークリフトだったらもうバンバン乗ります、私を使ってください。フ
フォークリフトで、運転手が積んだり降ろしたりするんだったら、もうそういう、そういった人材はやっぱ欲しいわけですからね。で、自分をしっかりとアピールすると、そしたらもうほぼほぼね、9割はもう採用決定ですよ、その時点でだと思いますけれどもね。これも私の経験ですよ。私も面接5分でもう、もう採用しますからと言われたことはありますけれども、でも結果1日ほどね、体験ツーマン、まあどういったものか見てもらって、それからあなたが決められてもいいですよと。で、うちはもう採用の方向で行きますんでと。でもまだ仕事の内容がわからんでしょうから、1日ほど見てくださいと。あ、そこまでしてくれるんだ、いい会社だなと思ったところ、まあ前にも言いましたけれどもね、まあとにかく休みがないと。あ、休みがないじゃない、1日が長い、拘束時間が、で残業手当が少ないと。まあその後ですね、いやこれ残業月100時間ぐらいになるんじゃないですか。面接の求人票には20時間から30時間程度って書いてありましたけれども、もう計算したら100時間超えりゃせんですかと。でしょっちゅうこんな仕事の内容って聞きましたけどねと。そしたらまあね、その担当の人が急にキレられて、社長に相談して、その残業手当についてら社長に相談してもらうと困るみたいなこと急にキレられたんでね、あ、これはダメだなと思って速攻やめましたけどね。はい、わかりましたと。私はお宅の会社には行きませんと。そういった感じでね、やめましたけれども。まあ、逆に思いましたね。いや、こいつ人舐めてらへんかと思いましたけれども。はい。まあ今、おかげで、この仕事になったわけですけどもね。まあそういったところで、まあ本当自分をしっかりアピールすると。で、本当ね、ペコペコもしないでもいいと思いますけれどもね。はい。まあ逆にですね、本当、あちこちの運送会社に行ってね、もう長距離もね、何年もやってると。地場もやったことがある。フォークリフトもやっていると。そうしたベテランドライバーの人はね、さっきも言ったようにね、自分をしっかりアピールして、俺は今まで長距離20年やってたけど、無事故だと。で、フォークリフトも10年間乗ってたと。免許だけじゃない、実務経験も10年あるんだと。そういった場合にはね、しっかりとその武器になれますんでね、そういったことが。あ、そうなのか、実務経験10年はそりゃ頼もしいな、もうベテランじゃないかと。トラックも20年長距離に行って無事故なのか、それは素晴らしい実務経験だと。もう即採用ですよ。なので、そのね、自分をしっかりとアピールするといったところは大事です。10分程度と言いましたけれども、少しね、長くなりましたけれど、参考になった方はグッドボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もお待ちしております。それではこの動画は以上になります。ありがとうございました。